河海大学は中華人民共和国チャンス上南京市頃奥に本部を置く推理工学を誇る国立大学である。略称は河海である。本校は中国政府の211プロジェクトに指定されている。河海大学の校長はジョアキラ教授で中国共産党初期は東高部教授である。河海大学校寧キャンパス関南疾走に実事を 求め幻覚を求め探索に励め。川海には効果があり、川海大学に改名してから正式なものと確認された効果ではないが、否定されていない。歴史上効果とされているものは、著名な文学家流石印が作詞し、川海教師、流文会が作曲した。川界皇帝専門学校効果、奨励育集石頭城、人才城うつき、河所湖畜水理教、 工学正明時、大留広子公営断絶、昇級数長をはじむ。広屋が会本前帝、部府法人記。広子仮物牧軍生、死者をもんみらく常連産工場ソリドロ、素実新偽者を。展開、出来なおのれ出来。この志部屋や,やはせ。広屋が会本前帝、部府法人記。1915年、嗅国思想の影響を受けて、 水理の専門家である長健和が、治水を専門とする高等学校すなわち、川海大学の前身を創立した。公園土川を川海、専門学校設立準備委員会主任とし、今日はじめ南をまず校長とし、中国水理会公認の学校にして、理論と実践で、近代水理で最大の貢献をしていた、利忠志を教務主任とした。1924年、 東南大学校科と川海工程専門学校が合併する。川海校科大学が設立され、かやもますが初代校長となる。1927年6月、第4中山大学を合併する。1928年2月、チャンス大学工学院土木系となる。1928年5月、中央大学土木系推理組となる。 九百三十七年六月、中央大学推理系となる。九百四十九年五月、南京大学推理系となる。九百五十二年、南京大学、交通大学、道積大学、石膏大学、加藤推理専科学校推理系学科が合併し、加藤推理学院を設立する。九百五十三年、青井大学土木系推理技術建築専修科。 三島農学院農田水理系、Y が水理学校水理工程専科を、九州合併する。1955年、武漢大学水理学院水道会校系を、九州合併する。1985年、川海大学を公明として復活させ、東商平が公明を書き掲げる。1995年、川海大学創立80周年記念式典に、江沢民や李鳳、 ディラン製、センマサヒデラ中国共産党や国家の指導的立場の人物が参列し、事業の発展を褒めた大た希望を述べた。2005年10月23日、創立90周年を祝い、恩家法首相が、川海大学を視察し、講演を行い、献身史実学を求め責任を負うことを求めた。1952年以前の責任者を含む、ありがとうございます。